魔法のような科学実験をやってみよう。イエーイ。筑波大学サイエンスコミュニケーターの小島よしみさんです。ミルククラウンの実験です。ミルククラウン、クラウン、いきます。いけ、お、いいんじゃない。できた。なんか映像っぽくやってみる。大丈夫ですか。出てくる。これはもう炎の達人だ。鈴代さゆみと白石遥の失格もんの YouTube だもん。魔法のような科学実験、次は何でしょう。せーの、炎を飛ばしてみよう。魔法っぽい。これこそ、ね、これこそ魔法っぽいね。炎を飛ばしてみたいけど、これはどんな実験なんでしょうか。はい、今目の前にろうそくが2つあると思うんですね。はい、あります。大きなのと小さいの。そのろうそくからろうそくに炎を飛ばすという実験になっています。そんなことできるんですか。ではせっかくなので、はい、沼役の白石さんにお願いします。はい、頑張ります。お願いします。失格もんの YouTube だもん。じゃあ、まずは、ね、はい、まずですね、大きい方のろうそくに火をつけてみてください。はい。よっ。ついてないかな。よっ。よいしょ。いい感じ。あ、ついた。つきました。はい、次にですね、はい、細いろうそくにも火をつけていただいて、こちらに。はい。それはちょっと持っていていただけますか。はい。はい、そうしましたら、次に、大丈夫ですか。大丈夫です。はい。スプーンで大きい方のろうそくの炎を消してみてください。はい。あ、そうです、そうです。すぐに細いろうそくを近づけます。あ、できた。すごい。できました。はい。もう一回いけんのか。おお。もう少し上の方からやってみます。もう少し上の方から。そこは話しかな。あ、こんな離れててもできるんだ。火の瞬間移動や。すごいよ。これはもう炎の達人だ。すごい。あ、なんか試し方するんですよね、今回。はい、なんか映像っぽくやってみる。えみたいな。せんげえいとか言って。炎の魔法。えい、おお、もう私使える。かっこいい。かっこいいね、これ。え、これなんで、え、炎を飛ばすことができたんですか。はい、ろうそくっていうのは固体のままでろうが燃えてるわけではなくって、はい、その芯のところで気体になって燃えてるんですね。ろうそくのろうが気体になって燃えてるんですけども、だからなくなってくんですね。そうなんですね。そうすると消した瞬間はまだ気体が残っていて、気体になっている、うんうん、そこにその細い方のろうそくから火が飛び移るっていう形。はい、そうなんだ。実際やってみてどうだった。いや、こんな簡単なのに本当に魔法みたいなことが目の前で起こるから、ね、これはすごい楽しいなって、はい、思いました。これなんか誕生日の時とかに一個こうおしゃれなでっかめのやつ用意してシュッカってやっていいかも。誕生日ケーキとかでやってくるかもしれないです。火を使うので注意していただければと思うんですけども、はい、ぜひやっていただきたいと思います。ぜひやってみてください。加工してやってみてください。私たち2人が出演しているアニメ失格もんの最強賢者もぜひチェックしてくださいね。